はい、皆さんこんにちは。よりこメイクアップチャンネルへようこそ。よりこです。皆さん元気でいらっしゃいましたでしょうか。私はいつも、日曜日に動画を上げているんですが、今週、先週ですね、忙しくて上げれませんでした。インスタの方では、アイハーブで買い物したものを近日中に動画を上げますと告知していたんですが、すみません、本当に忙しくて、動画を上げることができませんでした。はい、すみません。今日は火曜日ですが、今日、アイハーブの購入品を、ご紹介したいと思いますので、よかったら最後までご覧になってくださいね。まずですね、ではこちらですね、アイハーブ、はい、でこちらの方、こちらで、購入したものというと、ドカーン、なんとオールスキンケアオールスキンケアですね。サンザースキンケアルーティーンの時にスキンケアを変えるのが、好きではありませんと言っておりましたが、こんなにスキンケアを買ってしまいました。これには訳があるんですよって言い訳なんですけど、まあ私がいつも使っているこちらのナウフーズのアルガンオイル、これをちょっと追加購入しようかなと思って、まあアイハーブのサイトに行ったんですけど、なんとあのいろんなものをいろいろ見ているうちにチク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 いろんなものを買ってしまいました。ということでご紹介していきたいと思います。ほとんどがね、ナウフーズのものなんですが、それ以外に、まあ、オーガニックの、アンダローナナチュラルズとかそういったものを、チクッとやってしまいましたので、まあ、アンダローナナチュラルズは、前から欲しいなと思っていたので、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、チクッとやってしまったので皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ではまず1点目が、こちらナウフーズのビタミン C& マヌカハニークレンザーということで、ジェルクレンザー、洗顔です。洗顔、今ね、私すごく、まあ今ねっていうわけじゃないんですけど、蜂蜜好きで、食べる方もずっと蜂蜜、いろんな蜂蜜を買ってるんですけど、顔の方にもねちょっと蜂蜜使っていきたいなと思ってたところで、ちょっとこれをマヌカハニーの、蜂蜜のマヌカハニーの洗顔フォームを、見つけたので、ずっと私は先日のスキンケア、ルーティンの時にもご紹介したんですが、マジックソープをずっと洗顔で使っていたんですけど、まあちょっと今回、夜用 の洗顔としてこちらを使ってみようかなと思って購入しました。で、説明を見ると、ブライトニング効果があるということで、お顔のくすみだとか、まあ、ビタミン C って書いてあるぐらいだから、お顔のくすみであったりとか、そういったものを、汚れなどを取り除いてくれる効果があり、蜂蜜の効果、蜂蜜って酵素がたっぷり含まれているので、蜂蜜の効果で肌の表面の汚れなどをこう取って保湿してくれるというようなものになっているそうですので、楽しみです。まだ使ってないので、使ったら、レビューを上げていきたいと思います。はい、まずこちらが1点。次に、こちらがですね、ヒアルロン酸の、リフトアップトナーということで、うんと思ったんですけど、こちらの化粧水、まあ、トナーなので化粧水なんですけど、これの、私は、まあまあ、これスキンケアのルーティーンの時のお話しするんですが、ローション4価が今すごく気に入っていて、ヘビーローテーションしてるんですけど、その前に、使っていたのがオーブリーのローズモイスクエーターを使っていたんですね。で、オーブリーのローザモイスクエーターの方が、リ
リニューアルしまして、こんなちっちゃい瓶になっちゃって、前は200ミリで、まあ、このぐらいの大きさの瓶だったんですが、200ミリ入ってたのが、100ミリにまず容器が変わったのと、私が嫌いなスプレータイプになったのと、テキスチャーが全く変わったんですね。で、前のローズモイスケーターの時は本当に大好きで、もう本当ずっと長く使っていたんですけど、まあ、残念だなと思って探し合ってたのがローション4価だったんですが、たまたまこの、リフトアップトナーの口コミのところを読んでいたら、私と同じ人がいらっしゃって、ローズモイスクエーターを今まで使って、オーブリーのローズモイスクエーターを使っていたんだけど、まあ、なくなっちゃったっていうか、小さくなっちゃって、しかもテキスチャーも変わっちゃって、化粧水どうしようと思ってたところに、まあ、このリフトアップトナーを使ってみたところ、すごくテキスチャーも似てたし、すごい感触も良かったっていう口コミが書いてあって、まあこれはこれはと思って、チクッと、試してみようと思って、やりました。こちらの買いました、やりましたじゃなくて買いましたね。それがリフトアップトナーです。こちらですね、はい。次は、美容液、美容液、これも、ナウフーズの方から出てます美容液で、これはヒアルロン酸の美容液、ヒアルロン酸とコラーゲンが入っているファーミング引き締めのセラムになります。美容液もね、そろそろ、この間の高級美容液が、なくなりつつあるので、どうしよう、あれをまたリピートするかどうしようっていうふうに、悩んでたところだったので、まあ、ちょっと試しに使ってみようと思って、こちらも買ってみました。ヒアルロン酸の、ファーミングセラムです。はい、チャッチャと行きたいと思います。次が、同じくヒアルロン酸のナイトクリームですね。こちらヒアルロン酸が入ってる、夜に栄養を与えてくれてっていう風に書いてあるのと、モイスチャー効果、それからフォーミュラ、肌を再生させてくれる効果、細胞再生効果などがあるということがここに書かれているので、まあ良さそうだなと思って、こちらの方も試しに買ってみました。なので、使ってみたいと思います。はい、それから、どんどんいきますね。次に、これはね、私今までこういうタイプのものっていうのは、すごいベリードライで敏感肌なので使ったことなかったんですけど、ちょっとやはり、口コミというか商品説明に惹かれて、まあ、買ってみました。グリーンクレーの、まあ、パックに使うものがつくグリーンクレー、このグリーンクレー商品説明で、カスタマイズできるというふうに書いてあったので、これはいいなと思って、何がカスタマイズできるのかというと、まあ、まずこのグリーンクレー自体水で溶いて、お顔にパックとして使うものなんですけど、まあ、クレー自体がすごくこう油の吸着ですとか汚れの吸着力がすごい高いので、私の中ではオイリーの方が使うものっていう風な感じで、いつも思っていたんですが、このナウフーズの、グリーンクレーのパウダーは、オイルを混ぜたり、それこそさっきのお話じゃないですけど、蜂蜜を混ぜたりヨーグルトを混ぜたりというふうに、ご自分のお顔に合わせてカスタマイズすることができるということで、ちょっと試しにやってみたいなと思って、こちらの、ヨーロピアングリーンクレーをクレーパウダーを購入しました。はい、でこれに混ぜようと思って、ま、混ぜようっていうか、これに混ぜてみようかなと思っているのが、今回、このドカ買いする発端となったアルガンオイルだったり、あとは、グレープシードオイルもこれナウフーズで買いました。それから、アーモンドオイルなどなど、それから、これはナウフーズじゃないんですけど、ごめんなさい、ちょっと電話が入ってしまって、このグリーンクレーに、混ぜようと思ったのが、この、ちょっとブランドは違うんですけど、このローズヒップオイルだったり、オイル系はね、結構買っちゃいましたね、こんな感じで。こ
そんな感じ。はい、次にご紹介するのがこちらですね。アンダーローナナチュラルズのナチュラルズナチュラルズから下がまた回らなくて、アンダローナナチュラルズの、マスク2つですね。マスク2つ、まず1つが、アボココアスキンフードマスク、アボココアスキンフードマスクと、こちらが、バイオエイトベリーフルーツ酵素マスクということで、まずこちらの、アボココアスキンフードマスク、これずっと欲しかったんですけど、ちょっと気に ですね、このようにじゃーん、なんとチョコレートクリームのようになっていて、匂いもチョコレート、チョコレート、まさにチョコレート、チョコレートになっています。で、効果としては、ドライスキン、ベリードライスキン用になっちゃってる、ベリードライスキン用、失礼いたしました。効果としては、ドライスキン、それからベリードライスキンの方向けで、血液の循環を、血行促進を、血液の循環を刺激することにより顔色を良くしてくれたりする効果があるということで、血行促進がまず第一の効果で、血行促進するということは代謝アップすることになりますので、そういった、代謝をアップするということは細胞の生まれ変わりを、早く促してくれて、肌色、例えば肌の中に沈着しているメラニンであったりとか、そういったものが早く赤となって剥がれ落ちるようにしてくれる効果があるというマスクになります、ね、ちょっと、ね、食べたくなっちゃうような、香りと見た目なんですけど、はい、アボココアスキンフードマスク、まずこれが一つ。それからもう一つが、バイオエイトベリー、バイオエイトベリーフルーツ、酵素マスクということで、酵素なので、皮膚表面の、汚れであったりとか引き締めの効果なんかもありますね。あとなんかコラーゲンとエラスチンを刺激してくれる、ね、刺激してするので抗酸化作用が高いそうです、ね、でこれもゼリーみたい、ベリーのフルーツの、私の大好きなフルーツ系の8種類のベリーの酵素が入っているということですね。で損傷した細胞なども、再生してくれます。すごいね。で、シワやたるみなどを解消してくれるというマスクになります。素晴らしい。これもなんか多分一つ使うのが楽しみ。酵素系はね、私ね、ちょっとね、実を言うと酵素洗顔であったり酵素パウダーと酵素が入っている食べ物であったりとかはね、ちょっとねアレルギーがあって合わないことがね多々あるので、もしかしたら合わないかなと思ってるんですけど、なんかこれだと敏感肌の方も使えるという書いてあるので、ちょっと冒険してみたいと思います。どうかなって感じなんですけど、はい、以上以上、全部で11点、アイハーブで購入しました。スキンケアばかり。ただね、スキンケアをいっぺんに急激に変えるというのは非常に危険行為になるので、多分1個ずつ試しながら使ったり組み込んで使ったりして、合うか合わないか見ながらいきたいと思います。なので多分レビューも1個1個上げていくかな、多分1個1個上げていく感じになると思います。はい、今日も最後まで私の動画を見ていただきましてありがとうございました。ちょっとね区間が空いちゃってますけど、できるだけ毎回言ってるんだけど、できるだけ、早い短い区間でいろんなことを、いろんな動画を上げれるようにしていきたいと努力していきます。
それから、まだコメント返しもできてなくて本当にごめんなさい。あのコメントしていただいた方、コメント返し必ずいたしますので、もう少しお待ちください。はい、この動画がいいと思ったら高評価ボタンぜひお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、アメブロ、やっておりますのでフォローの方もよろしくお願いいたします。はい、では、また次回、よりこでした。またねー。